なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。雲ですか？何か171、いつから大魔王から逃げられないと錯覚していた172、子供に貢がせる朗読を始めます。雲ですか？何か171、いつから大魔王から逃げられないと錯覚していた卵の殻を破る。私、サイ、タン。ああ、危なかった。いや、マジで。危うく本気で死にかけたわ。不死あるし、適当に倒されて死んだふりしてやり過ごそうとしたのに、深淵魔法なんて使うんだもんよ。焦った。あとちょっと本体との接続を切るのが遅れてたら並列仕事全部持ってかれるところだった。魔王に深淵魔法を食らわされたあの時、私は魂だけを体から無理やり引っ込め抜いて脱出した。そんなことするのは初めてだったし、できるかどうかわからなかったけど、並列意志を派遣する要領で自分の全てを送り込んだ。送り込んだ先は、エルロー大迷宮で実験中だった、スキル産卵によって産んでいた卵。スキル産卵は、交尾しなくても自分の眷属を卵として生み出せるスキルだ。マザー食ったら追加されたスキルなんだけど、私は迷宮のホームに戻って、このスキルを試していた。結果、SP を消費して卵を生み出すことができた。卵はすぐには孵化しないので、そのまま放置してたんだけど、まさかこんな形で役に立つとは思わなかった。深淵魔法はやばい。まともに食らったら私でも死ぬ。不死とか耐性とかあの魔法の前では無意味だ。なんせ、あの魔法は循環離射級の力を持った魔法なのだから。肉も魂も全部分解して MA 領域にぶっ込むっていう鬼畜魔法。システム内の力で唯一私を殺すことができる手段。超危なかった。深淵魔法私以外に使える奴がいるっていうのも想定外だし、とどめにそれ使ってくるっていうのも想定外だったわ。ああ、この頃は比較的楽な戦いばっかだったけど、どうしてこう強敵と戦う時っていうのは命がけなんかね。私も敵なしって言えるくらいには強くなってるはずなんだけどな。なんで一方的にボコられてるんだか。さて、とりあえずギリギリとはいえ生き残ることはできたし、現状の確認をしよう。まずはステータスチェック。ブッ。自分の数値を見て吹き出す。全ステータス3。3。に間違いでも何でもなく、3。一応最高値は前の数値通りで、ステータスの横に低下中の文字。これは、体を取っ替えたから一時的にステータスが下がったかな。まあ、仕方がない。今の私の姿は、手のひらサイズだし。産卵で生まれた卵は鶏のものと同じくらいの大きさだった。そこから生まれたニューボディは小さい。この大きさで前のステータスだったら見た目詐欺だしね。スキルはそのままだけど、このステータスじゃ、まともな戦闘なんかできっこない。これは、ステータスが回復するまでしばらく潜伏しとくのが吉か。ああ、もしもし。はいな。もしかしたらそっちに魔王行くかも。やっぱり。うん。ガンバ。無理無理。とりあえず、ピンチになったら私と同じ方法で逃げればいいよ。そうする。マザー担当と打ち合わせを終了。魔王への魂の攻撃も一旦中止にすべきかな。いや、けど今回は油断して接近を許しちゃったのが悪い。油断せずに転移を駆使して逃げ回れば、って、今の私のステータスだと転移発動できなくね。あかん。というわけで、皆さんちょっと一旦攻撃中止して潜伏してくだせえな。あいよ。仕方ないね。うん。死んだふり作戦観光。深淵魔法でとどめを刺したってことは、経験値も入らない。経験値は倒した相手の魂の一部を吸収するから入るもので、深淵魔法だとそれすらも回収されちゃうからね。経験値が入ってないことで私が死んでないってバレる心配はない。ふう。深淵魔法のせいで死にかけて、深淵魔法のおかげで助かるっていうのも変な話だわ。しかし、これからどうしたもんか。この体じゃ、まっとうな活動なんかできないし。っていうか、
スでエタスフォントに戻るのかな。戻んなかったらどうしよう。その前に食事どうしよう。この貧弱ステータスで狩りなんかできなくない。うーわ、いろいろやばげ。どうしよう。悩んでいると周りから何やらガサゴサと音がし始める。あ、そうだった。卵、試しに10000個くらい産んだんだった。次々に殻を破って外に出てくるマイベビーたち。ミニマムレッサーフォロー、ネイヤー、レベル1。ステータス。HT3/3、緑。MP3/3、青。SP3/3、黄。3/3、赤。平均攻撃能力、3。平均防御能力、3。平均魔法能力、3。平均抵抗能力、3。平均速度能力、3。スキル。魔力感知レベル1、魔力操作レベル1、毒牙レベル1、蜘蛛糸レベル1、暗視レベル7、毒魔法レベル1、毒耐性レベル1。あん。なんか見たことない種族だぞ。私の種族はザナ、ホロワのままなんだけど、こいつら何？しかもこいつらさらっと毒魔法を生まれつき持ってやがる。ミニマムレッサーホロ、ネイヤ、ザナ、ホロワによって生み出された新種。新種かい？Dか？奴の仕業か？まあいい。こいつらは一匹一匹は弱いけど、数が多いし使える。眷属支配はちゃんと効いてるようだし、こいつらに命令して、狩りをすれば、私自身は何もしなくても大丈夫じゃね。ふくく。よし。ヘイ、マイベイビーども。私のために餌を持ってくるのだ。私の命令を聞いて一斉に動き始める999匹の子クモたち。うわ、キモ。生まれたばっかの子供に奉仕させて、なんて親なんでしょうね。ひどいわ。鬼畜だわ。あ、ははは。頑張れ私の子供たち。172、子供に貢がせる。ベイビー軍団が戻ってきたのは8日後だった。考えてみればここいら辺の魔物はかなり過疎化が進んでたし、遠出しなきゃ見つからなかったのね。おかげでこっちは空腹で死にそうになった。SP3 しかないんだもん。死ぬわ。仕方ないから近くで食べられそうなもの、卵の殻を食べて飢えをしのいだ。卵の殻は鳥の卵と違って柔らかく、食べられないこともなかった。自分で出したものを自分で食べるって、なんか嫌だけど、背に腹は変えられない。味のしない殻を食べましたとも。食べると少しだけステータスが回復した。時間経過でも微々たる量だけど回復していってる。この調子でちゃんとした食事をとれば、完全回復も可能そう。そうやって飢えをしのぐこと8日。やっと戻ってきたベイビーズはだいぶその数を減らしていた。半分くらいか？まあ、弱いし。私も飢えて死ぬ寸前だったし。むしろよく半分も生き残ったと言わざるを得ない。しかも、なんかレベルが全体的に上がってる。というかね、ステータスめっちゃ上がってないか？レベル1の時はオール3だったはずのステータスが、今は平均5レベルくらいになってオール50くらいのステータスになってる。1レベルの上昇値が10くらい？おいおい。私の子供時代は1レベル上昇値1だったぞ。何この優秀なガキども。ベイビーズが仕留めた獲物を運び込んでくる。おう。結構多いっすね。10匹の魔物の死骸が運び込まれてくる。何この優秀なガキども。どれどれ、あ、カエルだ。その他にも見たことある色々な魔物が陳列される。そいつらを観察してみると、全身糸で絡め取られて、複数の箇所から毒牙を食らわされた形跡がある。なんこいつら、連携して糸で足止めして、一斉に毒牙ぶち込んでんの。そういえばほとんどのベイビーに連携のスキルが生えてるわ。そのスキル私も持ってないんだけど。何この優秀なガキども。それに、今回持ってこられたのは10匹だけだけど、明らかにこいつらそれ以上の魔物倒してるよね。多分自分らの腹に収めるために飼ったんだろうけど、そうでなきゃ飢え死にだし。10匹だけじゃ、こいつら全部がレベル5まで上がんないだろうし。こいつら一体何匹の魔物を仕留めてんのやら。とりあえず、
せっかく取ってきてくれた獲物だし、いただくとしましょう。うん。まずい。ああ、甘いものが恋しい。けど、贅沢は言えない。ステータスが戻るまでは我慢我慢。レベル上がればすぐ戻んないかな。けど、今の私のレベルは30。ちょっとやそっとじゃ上がんない。ここはやっぱりゆっくりでいいから確実に回復を待った方が良さげ。というわけで、ベイビーども。再び餌を取ってこい。文句も言わず、発生期間がないから言えないけど、再び更新していくベイビーたち。相変わらず肝。それからさらに7日後、またベイビーズが獲物引っ提げて戻ってきた。おいおい。なんかでっかくなってるのがちらほらいるんだけど。手のひらサイズの小クモに混ざって、30センチくらいのちょっと大きいのが10匹に1匹くらいの割合で混ざってる。ミニレッサーフォロー、ネイヤ、レベル1。ステータス。HP125/125、緑、詳細。MP125/125、青、詳細。SP125/125、木、詳細。120/125、赤、詳細。平均攻撃能力、125、詳細。平均防御能力、125、詳細。平均魔法能力、125、詳細。平均抵抗能力、125、詳細。平均速度能力、125、詳細。スキル。魔力感知レベル4、魔力操作レベル4、毒強化レベル1、毒牙レベル4、蜘蛛糸レベル3、連携レベル4、暗視レベル8、毒魔法レベル2、影魔法レベル1、毒耐性レベル4。ミニマムからミニに進化してる。しかも、多分進化の影響だろうけど影魔法生えてるし。何この優秀なガキども。今回はさほど数も減ってないし、持ち帰ってきた魔物の死骸も20匹。前回よりも1日早く帰ってきて、成果の方は2倍。何この優秀なガキども。ありがたく獲物を頂戴する。私のステータスもだいぶ回復してきて、1000くらいまでになってる。それに伴って体も大きくなってる。私は種族とか変わってなかったから、進化とかそういう変化ではなく、単純に体が大きくなるっぽい。手のひらサイズだったのが30センチくらいの大きさにまで成長した。ミニと同じくらいのサイズだね。でだ、ベイビーズは獲物を置いていくと、私が命令する前にすぐに出発していった。え？もう自分で判断してんの？何気に頭も良くない。何この優秀なガキども。産んでよかった。そして腹が減ったからって安易に食べなくてよかった。いやね、ちょっと考えもしたんだよね。こいつら食べちゃえばよくねって。けど、最終的に食べるよりかは使い潰した方が得られるものが多そうっていう理由で、食べなかったのよ。予想は見事的中。むしろ予想以上。こんな優秀でけなげな子供を持ってお母さん幸せです。その調子でガンガンお母さんに貢いでくださいな。次回は、雲ですが、何か、173、紐、174、弟子入り志願者、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。